ビスケッティは、吉本工業東京本社に所属する日本のお笑いコンビ、東京 NSC15 期生。2010年結成。東京 NSC 在学中はそれぞれ別のコンビを組んでいたが解散し、同期の大トニーが仲を取り持ってくれて、コンビを組むことになった。コンビ名の由来について、岩橋は次のように説明している。2018年4月28日、 初単独ライブ、演遊会を開催。M-1 グランプリでは2016年、2018年、2020年の2回戦進出を、除いて2010年から2019年は3回戦、進出。R-1 グランプリでは佐竹が2015年、2017年、2019年に3回戦、進出。2021年の出場ラストイヤーに、準々決勝進出。 漫才、コントともに行う。結成当初は佐竹が様々なキャラを演じるコントをしていたが、2014年頃から佐竹の安倍首相ものまねを主力にした活動に転じた。安倍首相になりきったキャラクターでの漫才や、安倍首相がまるだったらという設定のコントが多い。当初は安倍首相の滑舌の悪さをいじるなどの風刺的な芸風だったが、その側面は、 次第に薄れていっている。岩橋も石橋茂のモノマネに取り組んでいたことがあるが、あまり仕上がっていない。吉本の若手芸人にしては珍しく高齢者を相手とした営業が多く、平均年齢70以上の方々の前で20分以上のステージをやれるのはビスケッティシュ会ナイト社員に言われたことがある。初単独ライブ、演遊会、佐竹精子に関するカテゴリー。 岩橋厚志に関するカテゴリー、ありがとうございます。